革命だ。やるぞ。サトシ君とジャスティスターさんが共闘ですか。鬼ヤバです。じぃ。ブラックチャンネル、よし、今日こそ目指すぞ。1億再生。張り切ってますね。どんな動画を？チャンネル登録者数の数だけブラックライジングを食べるって動画だよ。なるほど。では、登録者1なのでブラックライジングを1つ差し上げます。カカカ。ジジジ。バカにするな。まあまあ、これから頑張っていきま。おや？どうしたの？世界の改変。はっ。お目覚めですか？じ？確か雷が直撃して。おや、何です？その頭の上の数字。数字？ 1？ 何の数字ですかね。なんかめっちゃ見られてるんだけど。そうみたいですね。わかった、モテ度の順位の可視化だ。あのさ、ほらね、モテ度1位。どいてくれない？え？1のくせに道のど真ん中歩いてるんじゃねえよ。モテとは関係ないようですね。じ？うほほ。登録者が多いほど偉い。一体俺は何の1位なんだろう。じじじ。1位とは限らないかと。さあさあ、お待ちかね、登録者数回絶対王者、アクト様の登場だ。待たせたな、お前ら。500万。ほうほう、すごい人気ですね、アクト様。上司にしたい人1位、結婚したい人1位、総理大臣になってほしい人1位。偉大すぎますね。私はもっともっと上、世界を支配する。登録者数こそ力、この世の全てなのだ。なんだよこいつ、感じ悪いな。でもこれでわかりましたね、サトシ君の頭の上の数字はチャンネル登録者数の数、そしてこの世界はその数が多ければ多いほど偉い。ジジジ。やだよ、元の世界に戻して。戻してと申されましても、今回は俺ちゃんが作った世界ではないですし。おや、ジャスティスター。誰だろう。出てみましょう。はいはい。うわ、あなたたちは。鎌中ヒロミ、ジャスティスターです。ふぅ。マジか。ジジジ。おやおや、チャンネル開設わずか2年で100万人登録者数突破の超人気者さんたち、ジャスティスターさんじゃないですか。なんで俺のところに。おい見ろよ、本当に1じゃん。すげえ。なんだよ、バカにしに来たの。ごめんごめん、違うんだ。街に登録1のやつが突然現れたって噂になってて。どういう噂だよ。君はこの街どう思う。どうって、嫌なところだなとしか。だよね、俺たちも同じなんだ。どういうことでしょう。おかしいだろ、登録数で人の優劣が決まるなんて。自分より登録者数が多い人に逆らうと捕まって死刑なんて絶対やべえだろ。死刑。だからそんな制度をぶっ壊したくて俺たちはレジスタンスとして活動してるんだ。君たちも参加してくれないか。どうしてまた。サトシ君は登録者数1のただの小学生ですよ。この世界に違和感を持ってるんだろ。その時点で才能あるよ。俺たちと世界を変えようぜ。でも変えるってどうすれば。何かいい作戦でもあるの。それはだな、こっくり。とにかく熱い動画を作る。すごー、それだけ。ああ、俺たちの熱さが伝わればアクト以上の登録数になるはずだ。協力してくれるよな、サトシ、ブラック、カメラちゃん。もちろんだよね、ブラック。ああ、俺ちゃんはちょっと。え、なんでだよ。鬼ヤバ秘密です。今回は別行動ということで。では、ジジジ。ブラック行っちゃった。登録者数アップ。それから俺たちは熱い動画を投稿しまくって登録してくれる仲間を集めた。
俺でも誰かのヒーローになれるかな。ふぅ、バカ疲れた。おい、これ見ろよ。やった、500万人いったぜ。これでアクトに並んだぞ。いや、サトシの3万人も足せばアクト以上だ。みんなありがとう。ライオさん、これなら勝てるよ。やってやろうぜ。よし、気は熟した。今日こそあの作戦を決行するぞ。おお。それにしてもブラックどこ行ったんだろう。作戦決行。さあ始まりました、登録者番付。今日も登録者数回の絶対王者アクト様のご降臨です。ごきげんよう。登録者数こそ正義、アクトの登場。ちょっと待った、今日も仲良くなめジャギタです。とサトシです。なんだ貴様らは。おっと、何者かがステージに乱入してきた。でもちょっと待ってください、8人合わせてと登録者数が500万超えだ。なんだと。ということで、これからは俺たちの時代、登録者数で偉さを決める世界なんてぶっ壊させてもらうぜ。なるほど、革命っていうやつか。な、こいつ笑ってやがる。ふざけるな。そろそろそんな奴らが出てくると思ったが。何？出てこい、ブラック。はいはい。じー、ブラック？革命失敗。なんで？ブラックもしかしてあいつに味方するの？こっち側の方が取れ高ありそうなんで。ブラック、契約だ。ではこちらの契約書にサインを。マジで？ディール。ではあなたのチャンネル登録者数倍にいたしましょう。1000万。これでこのアクト様はお前らの倍偉いことになった。くっ、俺たちの負けか。登録者数で負けていたら逆らえない。ちょっと待って、みんなもう諦めちゃうの？サトシ、アクトさんは登録者数を偉そうにする道具だとしか思ってないんだよ。反逆罪で捕まるぞ。やめとけサトシ。おや、サトシが言ってることは正しいけどさ。捕まったらおしまいだぞ。今日のところは出直すんだ。でもサトシくん、続けてください。何？反逆罪。この際思ってること全部言っちゃいましょう。じー、これ以上悪党を批判したら命の保証はないぞ。登録者数は偉さを決める道具じゃない。ふん、所詮負け犬の遠吠え。この数字の先には俺やアクトさんと同じ人間がいるんだ。おい見ろよ、サトシの登録者数が増えていく。本当だ。みんな応援したい気持ちを登録することで形にしてくれてるんだ。それを比べて優劣をつけるなんて間違ってるよ。いいですよサトシくん。じぃ、おい100万人超えたぞ。しかし私の1000万には遠く及ばぬ。だからもうこんな制度やめるべきだよ。すげえ、450万人いったぞ。なあライオ。ああ俺も同じこと考えてるぜ。サトシ、俺たちの登録者お前に託すぜ。なんだと。なんと。でもまだ私の方が上だ。では俺ちゃんの登録者数も。やったぜ。やばい、やばいぞ。おい視聴者、俺の登録者数を返せ。おやおやおや、なんだそれは。契約違反です。どこが。契約書ちゃんと読みました？現時点での登録者数を倍にする代わり、不特定多数に向け登録者を増やすように仕向けてはならないとあったでしょ。じー、そんな、契約違反者は登録者数ゼロになります。話が違うぞこの悪魔。あれあれあれ、それ反逆罪です。だって俺ちゃんの今の登録者数は1、あなたより多いんですから。サトシ、あとは任せた。お前が一番だ。こんな世界を終わらす一言宣言しまえ。全世界に聞こえるようにな。さあどうぞ。これから登録者数が多いほど偉い世界を
廃止します。一件落着ですか。これが登録者数をただの数字だと思い込み、見せかけの数字で威張り散らしたものの末路。それでは皆さんご一緒に、 This is Entertainment。 でもおかしいですね。悪者を倒したのに元の世界に戻れないとは。てめえら黙って見てりゃ好き勝手言いやがって、余計なことしやがって。もうジジジ、どうやら MC さんが真の黒幕だったんですね。俺がアクトの野郎を裏で操って世界を牛耳ろうとしてたのに台無しにしやがって。ずーるー。それでは皆さん、もう一度ご一緒に、 This is エンターテイメント。ジー、どうやら今度こそお別れみたいですね。ジー、みんなありがとう。サトシ、また会おうぜ。じゃあな。無事に帰れましたね。ジー、でも登録者数1に戻っちゃったですね。でもサトシくんの活躍のおかげで大変な取れ高でしたよ。俺また登録者数を1000万人にできるかな。できますよ。本当？10億年後くらいに。じー、すごー、それって無理ってことじゃん。かかか、ま、頑張ってください。じーじじー。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。